第四軍団フラウィア・フェリクスは、ローマ軍団の一つ。ウェスパシアヌスによって、第四軍団、マケドニカが、解散となった後で再編された。紋章はライオン。フラウィア・フェリクスは、幸運なるフラウィウスの意味。解散となった原因は、おそらく前年の内乱でウェスパシアヌスの対立していた、ウィテリウスを支持したためであろうが、再編された第四軍団は、 ウェスパシアヌスの種族名、フラビウスを名乗るようになった。改変は70年の7月か8月であったろうと考えられている。そして第4軍団はダルマティアのブルドゥム中流、第7軍団、クラウディアの公認となった。そして86年にダキア人が帝国領内に侵入し始めると、ドミティアヌスは軍団をもエシアに移動させる。時代は下ってご検帝の時代。 トラヤノスの在位の際には、彼の指揮の下でダキア戦争に従軍、そしてマルクス・アウレリウス・アントニヌスの治世の時には、共同皇帝、ルキウス・ウェルスの下でパルティアとの戦争に参加した。そして、軍人皇帝時代になると、第四軍団は、セプティミウス・セウェルスを支持、ペスケンニウス逃げる、クロディウス・アルビヌスを破った、彼は、ローマ皇帝となり、セウェルス朝の始祖となった。 東方パルティアの滅亡後、サーサーアン・アサトの戦闘にも参加した記録があるが、その後も、駐在地は、モエシアのままであった。ありがとうございます。